年出会いまして、実は大阪でずっと、チャリティーイベントをやっておりまして、そのチャリティーイベントは石巻ジュニアジャズオーケストラっていうオーケストラ、皆さんも知ってる方はいるかもしれないんですけども、その楽団になんかこうメンテナンスとか遠征費用とかこう寄付するっていう、なんかこう被災者ながらも被災者を元気づけるっていう、活動されている楽団なので、その子たちの、小学生から高校生ぐらいの子たちがやってる楽団なので、その子たちの心のケアは一体誰がするんだってなって、大阪にいる私たち音楽やってる同士で助け合おうじゃないかって思って、チャリティーイベントをずっとやっていて、その中でこの小野くんに出会いました。発音が違うんですよね、小野くんなんですよね、こっちは大阪は小野くんなんですけどもで、それで、毎年石巻のトリコローレ音楽祭っていうものに夏出演させていただいてまして、もう4年か5年かずっと来てるんですけども、で去年それでこっちに来た時に、せっかくだから小野くんに会いに行きたいなと思って、小野くんが生まれた場所に行ってみたいなと思って、去年この陸前小野に来ました。でそこで武田さん、代表の武田さんに出会ってお話しさせていただいて、今日お呼んでいただきました。こうやって少しずつちっちゃな出来事が重なって今日につながっているっていうことは本当に奇跡みたいなことだなと思っていて、きっと今日ここにいる皆さんにとってもこの場所はとっても特別な場所だと思うし、私にとっても特別な場所になりそうです。いろんな思いを込めて、私の故郷大阪にある大事な場所を持って書いた歌を今日この場所で歌わせていただきたいなと思います。願いという歌を聴いてください。You are
ありがとうございます。